サリー鉄道、サリー鉄道、スリーアイアンレイルワイは、イギリス、サリー州のワンズワースとクロイドンを結んでいた、バッシャ鉄道である。開業は1803年で、不特定多数の利用者を対象とした、公共目的の鉄道、パブリック、レイルウェイとしては、世界で最初である。またその運営会社は1801年に設立を認可された、世界初の鉄道会社でもある。 木製の軌道の上の貨車を馬が牽引する貨車軌道、ワゴンウェイは中央ヨーロッパでは15世紀までに現れ、イギリスでも遅くとも17世紀初めには導入されている。18世紀には中鉄製のレールも用いられるようになった。ただしこうした軌道は炭鉱や運河などの専用鉄道であり、炭鉱会社や運河会社が保有していた。 ロンドンの西に位置するテムズ川支流のワンドル川沿いは18世紀には多くの工場の立地する工業地帯となっていた。1799年、工場主たちは技術者ウィリアム・ジェソップに交通手段の改良に捨ての調査を依頼し、ジェソップは鉄道の建設が望ましいと報告した。運河を建設する案もあったが、ジェソップは鉄道の方が 建設費が安いこと、運河のためにワンデル川から取水すると川の水量、減って、水力を利用する工場に影響があることから、鉄道を選んだ。ジェソップは、北東イングランドの炭鉱で用いられていた鉄道についても知識を有していた。イギリスでは1720年の南海放末事件以来、株式会社は原則として禁止されていた。しかし運河などの公共目的の場合は、 議会で個別に法律を設けることにより設立が認められた。サリー鉄道会社もこの方式を利用した。サリー鉄道に関する法案は、庶民員、貴族院を通過した後1801年5月21日にを受けて成立した。これにより、世界初の公共鉄道、パブリックレイルウェイである、サリー鉄道会社が設立され、線路建設のための土地利用や、 運賃の徴収も許可された。会社設立時の株主は82人で、資本金は3万5千ポンドであった。なお、イギリスでは1801年から1821年までの間に同様に議会で認められた公共鉄道会社が19社あり、うち14社が実際に路線を開業させている。サリー鉄道はワンドル川とテムズ川の合流点である。 ワンズワースにある加工を起点とした。そこからほぼワンドル川に沿って南下し、で南東に向きを転じ、黒いドンを終点とした。延長は約8.5マイルで、前線が伏線である。ミッチャムからまでの視線が存在し、他にも沿線の工場などへの専用の引っ込め線もあった。レールは中鉄製で、断面は L 字型である。レールの内側にフランジがあり、 車輪のにはフランジのないものが用いられた。これは当時が普及させていた方式である。ジョセップ自身は車輪側にフランジのある棒状レールを使っていた。レールの長さは約3フィート、幅は4インチでフランジの高さは約3インチである。サリー鉄道のレールの一本がロンドンのサイエンスミュージアムに保存されている。レールは石の枕木で支持されていた。 レール内側の間隔、期間は4フィート2インチとする説と4フィートとする説があったが、1967年に発見された遺構では、フランジの内側の間隔は4フィート2インチであった。なお4フィート2インチは、ユートラムが L 型レールの馬車鉄道で用いていた期間である。一方、ジョセップは以前は4フィート4.5インチ期間の棒状レールを使っていた。 通常は馬一頭が四4両の貨車を牽引し、時速3マイル弱で走ることができた。サリー鉄道が正式に開業したのは1803年7月26日である。この日、経営委員会の乗車した記念列車がワンズワースからクロイドンまで運転された。ただし、正式開業以前の1802年7月あるいは9月の、 段階で、すでに鉄道の一部が利用されていたことを伺わせる、記事も存在する。ワンズワースから黒いドンへは、石炭や肥料が、逆方向では、沿線工場の製品や、農産物、石灰が主に運ばれた。なお旅客輸送は行われず、貨物専用であった。サリー鉄道の開業は、国内外の注目を集めた。公共鉄道というアイデアは、 画期的なものと受け止められ、グレートブリテン全土を覆う鉄道網や蒸気機関車の実用化を想像する者も,もいた。一方で、鉄道用の貨車は、十過ぎ貨物を効率よく積めないこと、鉄道と道路上の馬車の間で貨物の積み替えが必要なことなどが批判された。サリー鉄道会社は線路を保有するのみで、輸送に必要な貨車や馬は利用者が用意した。 1990年代以降の上下分離方式に近いが、これは当時の運河のモデルに習ったものである。1825年のストックトンダーリントン鉄道以降は、鉄道会社が車両を持つ方式が主流となった。サリー鉄道の運賃、線路使用量は、貨物の種類と量、距離によって定められた。運賃は低く抑えられていたが、 これは経営委員会のメンバーの多くが沿線の工場をもだったためである。彼らは運賃収入で会社が利益を上げることよりも自分たちの工場が安価な輸送手段を利用できる方を好んだ。このため会社の配当は法律で定められた上限を大きく下回った。ウィリアム・ジェソップは1800年の報告書で サリー鉄道をさらに南に延長しサセックスの海岸にまで到達させることを提案している。1803年5月17日にはクロイドン・ウェルシャム・アンド・ゴッドストーン鉄道に関する法律が成立し、サリー鉄道とは別会社として発足した。クロイドン・マはおそらく1805年7月24日に開業した。ただしまでの区間は未成に終わった。 1830年代後半からロンドン周辺にも蒸気機関車を利用した鉄道網が急速に発展し馬車鉄道は時代遅れとなった。1837年会社が設立された。同社の路線の建設にはクロイドン・メルシャム・ゴッドストーン鉄道の用地の一部を取得する必要があった。必要な土地はごく一部であったが会社設立時の特別法では ロンドンブライトン鉄道は、クロイドン・メルシャムゴッドストーン鉄道の設備全体を買い取らなければならないとされており、1838年に買収が行われ、1839年には、クロイドン・メルシャムゴッドストーン鉄道会社の解散に関する法律が成立した。1845年には、会社が自社路線の建設のためサリー鉄道を買収する。 法案が提出されたが、地元の工場主からの反対の請願があったため、廃案となった。1846年には、ロンドンブライトン鉄道が、サリー鉄道の買収を試みたが、この法案も地元業者と、ロンドンサウスウェスタン鉄道の反対により、成立には至らなかった。サリー鉄道は1846年8月31日を、もって列車の運行を終了し、 会社そのものも1848年11月に解散した。1855年に開業したクロイドンウィンブルドン鉄道はサリー鉄道の跡地の一部を利用している。この路線は1997年に一旦廃止されたが2000年にトラムリンクの一部として再開業した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。